8月の4日、水曜日、今ね、熊谷ドームの北側のね、ひまわり畑。先日ね、12、3日前に来たんかな。その時はね、全然つぼみだったんですけどね、今日は、咲いてましたね。はい、こっちひまわりだからね、回るからね、日にね、こんな感じでね、咲いてますね。はい、なんかね、今日は外気温が今39度ありましたね。いやー、暑いですね。はい、そんな感じで太陽向こうにちょっと逆光になっちゃうかなと思いますけどね。こっちはやっぱ向こう向いて、こっちのはね、まだつぼみもね、ちょっとありますけども、この辺はぐーっとね、咲いて、一回りすればあれかな、逆光反対の方からもね、映したいと思いますけどね。はい、こんな感じでね、この前来た時こんなにね、水がなかったんかな。もうすごいですね、逆光だから。これだとちょっと映りがね、太陽が向こう側にあるからね、ちょっとあれなんですけどね。去年の写真っていうかね、写真がありま、明日あったっていうか、あの見ましたらね、7月の20日頃は満開だったんだね。今年は、ああ、ちょっと、ああ、いい風が、はい、こんな風にね、咲いてますけどね。種をまいたのがちょっと遅かったんかななんてね、思ってますけどね。ほら、やんばいいね。はい、こんな感じでね。はい、こんな感じですね。はい、ほら、大きいですね。はい、この辺はまだね、すごいもあって、はい、わずかね、10日11日でね、まだ1個も咲いてなかったのね。もうこっちはもうほとんどね、ぐーってなんですか、向こうの方はまだ咲いてないんだってね。はい、みんな、これは向こう側向いてますけどね、回るんでね、ひまわりの花っていうのはね、なんかね、はい、そんな感じですよ。まだね、ぐーっと咲いてるところね、これはね、あのちょうど散歩コースのね、コースの中間ぐらいにあるんかな、ドームの北側っていうかね、向こうの方に見えるのがドームなんですけどね。はい、そんな感じで結構ね、咲いてまして、この辺が一番いいんかな、やっぱりね。結構あるんですよね、向こうからちょっとね、写してみたいと思いますけどね。日傘さして、散歩してるね、お相さんなんかがいますけどね。はい、こんな感じですけどね。はい、結構ね、はい、向こうからね、逆光っていうか、ね、こっち側もあるんですよ。こっち側もね、だいぶ咲いてきて、まだね、咲ききってないんだけどね、まだ、まあ、でも1週間ぐらい経つと終わっちゃうかな、1週間ぐらいは大丈夫かななんてね、思ってますけどね。はい、この辺からちょっとね、また向こう側を映してみたいと思いますけど、この辺まだね、つぼみで、これがやっぱり長くなると咲くのかね。先日来た時は全然ね、咲いてなかったから、ね、今日は写真に収めてる人もね、いますけど、この辺はまだね、大丈夫ですね。あ、この辺、ここ入っていきましょうか。ここね、太陽はちょっとか今隠れればね、ちょうど人に隠れるんじゃないかな。これはまだ咲いてないんでね、ここの2、3日じゃないかな、この辺はね。こんな感じでね、咲くときはね、はい、この前来たときは紅葉ばっかりだった。この前紅葉ばっかりだった、わずかね、12、3日で、これが、こういうふうにね、まだ散ってるの全然ないからね、はい、こういうふうになるんだよね。ほら、すごいですね。
今雲で太陽がちょっと隠れるかな、もうちょっと例えば隠れるかなってね。じゃあちょっと待っててくださいよ。ダメだね、まだね、隠れないね。この日陰のとこからこんな感じかな、これはね。まだこの辺は咲いてないんがね、ありますけどね。この辺は2、3中地かな。あと明日か明後日あたり咲くのかな。この辺はね、咲いてきて、ここもね、こんな感じですね。あとはみんなね、向こう向いてるんがね、ほとんどちょっと太陽がね、まあ雲に隠れないみたい。そんな感じですね。はい、今日はね、よかった、咲いてたからね。今日も咲いてないかなと思ったら、大体でもね、日にち的にはあれから10日過ぎたから咲いてるんかなと思ったらね、咲いててよかったですね。はい、また来年もね、この辺までね、毎年ね、なんかやるね。ちょっと今年は、種のマークがちょっとあったんでしょう。はい、そんな感じですよ。はい、今日はね、熊谷ドームの裏側のね、ひまわり畑、そこからお送りしました。はい、ありがとうございます。チャンネル登録よろしくです。